8月8日、補助犬大街道前でお笑い俳句しりとりが行われました。これは吉本クリエイティブエージェンシーが8月8日を全国お笑いの日として行っているもので、愛媛県では俳句の町松山とお笑いをかけて俳句を作り、その下の句をしりとり形式でつなぐイベントを開催しました。この日は愛媛県住みます芸人が商店街を訪れた人々を集めて俳句をつないでいきました。爆発ボン、うちらの課題消えちまえ。これはいいことに、ね、本番までシールあげてください。シール、はい、シール。楽しくていつもニコニコ世界一、世界一、世界一の笑顔、お母さんの笑顔世界一です。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。夏休み、誰か私を連れてって、カメラマン、キュー、連れてってあげるよ。あ、パリピ、パリピガール、ありがとう。時計の読み方難しい。難しい。はい、じゃあ、ね、後ろのお姉さん、難しいスタートいきますか。はい、楽しみだ、2月の出産、笑顔でね。いや、これはいい、これはいい。お腹のお子さんひょっこりはん。いや、これはもう素晴らしい。参加者が考えた個性的な俳句のバトンに商店街がにぎわっていました。